まあ、それにしても、あの4月11日ですかね、まあ、先月え、まだ1ヶ月経ってないんですけども、まあ、先月の4月11日に、えー、宝塚市長選があってですね、まあ、ここに、 えー、中川智子市長の後継だった山崎春江さんと、えー、あと維新の方、ね、えー、あと、えー、自民が推薦してたんですかね。えー、まあほんでもう一人無所属の方と4人で争われたんですけども、まあそこで、えー、山崎春江さんっていう方がですね、まあ市長になられたと中川市長後継のね。で、まあ、 僅差で維新の、えー、方がですね、1643票の僅差ですかね。まあ、それで負けたというのがあったんですけども、まあ、この維新の候補、で、自民が推薦してる候補ですかね、えー、はですね、県議を辞めたんですよね。兵庫県議を辞めて、えー、宝塚商船に出張ったと、この二人が。んで、 その、この二人が辞めた、あの、後でですね、そのやっぱ兵庫県議補選、宝塚でね、こう二人辞めはったから、でもう一回この方たちが辞めたための、兵庫県議の補欠選挙っていうのがですね、5月23日に行われると。ね、告示日が 5, 5月14日ということで、 まあ、一週間前ですよね。今、今日5月7日ですから。で、これ誰が出るのかなっていうふうに、あの、ちょっと気になってたんですよね。で、なんか僕は、あの、ネットとか、あの、いろいろ聞いた話によるとですね、この兵庫県議補選、宝塚市にですね、えー、維新の、この宝塚商選で、あの、落ちたばっかりの、この維新の方がですね、もう一回この、 えー、補欠選挙に出るんじゃないかっていうね。なんかそういうのを見たんですよね。だからそれについて僕は、えー、っと、これ宝塚市民のことどう思ってはんのかなっていうふうに、あの僕は思ってたんですけども、ただ、えー、本当今日の直前までですね、なんかそういう動きっていうのは、全然見えなかったんですよね。なんか一部ではこう、維新、 もうなんかその立候補を検討してるとかっていう風な報道もあったんですけども、まさかこの宝塚市長選に出た方が、また出んのかなっていうね。だから県議を辞めて、もう一回また県議のね、あの、補欠選挙に出るっていうのはね。 これどうなんかなっていうね。これ自民党の人はですね、まあ、自民党系って言っていいと思うんですけども、まあ、前回出張った、前回というか宝塚商長に出た自民推薦の子は今回の,あの補欠選挙には出るっていうことはないんですよね。なんかもっと若い方が出られるみたいなんですけども、いやなんかね、あのー、なんかやっぱこのギリギリまで、えー あの、なんていうんですか、維新は誰が出すのかっていうのを引っ張ったのもですね、なんかちょっと、あの、なんか複雑な思いがあったのかな、みたいな感じもしますしね、こう、宝塚市民に対してね。だってその、宝塚市民が、あの、兵庫県議選で選んだ人ですよね、最初にね。それが あの、自らの意志で辞めましたと。ね、宝塚商船に出ましたと。で、でも、えー、それで負けましたと。で、その、一ヶ月も、まあ、一ヶ月経たないうちっていうかね、一ヶ月経た後にね、その、あ、やっぱり兵庫県議補選に出てですね、もう一回県議になりますっていうのは、これは、 どうなんかなっていうふうに僕は思いますけどもね。で、なんか神戸新聞によると、もうそのなんか、討論会みたいなんですか ?FM 宝塚で意見交換なんですかねもうこの立候補予定者、これ5人の方が出るんですけども、まあそこでこの維新の方も入ってですね、もう意見交換会をやってるっていうね。うーん。 本当、なんていうんですかね、僕は昨日昨日とか今日ですよね、今朝知ったっていうか、まあ、ネットの方にも、ですねまあ、そんなこうニュースとしてはまだ神戸新聞も、えー、きちんと書いてないっていうのもね、なんかちょっと引っかかるかなと、あの維新の,あの宝塚商戦で、えー、出た、出馬したね。こ 候補が出るということも、きちんと神戸新聞は書くべきなんじゃないのかなというのも思いますけどもね、でまあ、ただ、維新の、えー、このサイトには、ですねあの、えー、兵庫県議会議員補欠選挙で、公認候補予定者として、ですねこの宝塚市長選に出て落ちた人を、まあ、公認していると。 えー、公認候補予定者としてね、こう、サイトに、えー、写真も出して書いてるっていうことですから、だからこれ維新としてどうなんやと、維新としてこういうことを、あの、是としてるっていうのがね、僕はちょっとやっぱ引っかかるかなと思いますね。うん、まあ、兵庫県議補選はですね、えー、まあ、自民系の、えー、方、えー、あと、維新、維新もそうですし、あと、 県民主党、あと共産党の経営の方ですかね、でもう1人、無所属の方が出るっていうことなんですけども、まあ、この兵庫県議補選も、ですね僕はやっぱり注目すべきっていうかね、なんか宝塚市民の方は、もう1回その選挙をね、あのやることに対してねでま、またその宝塚市補選に出た人が、また、 この兵庫県議補正に出てるのっていうね。で県議を自ら意志で辞めて市長選に出て、で、また県議に出ますっていうね。いや、これは何なんだかなっていうね。なんかその、まあ、維新はね、なんか身を切る改革だとか、なんか異性のいいことを言ってますけどもね。だから、これを、 について僕はどう思うのかなっていうふうに、あの、僕は率直に思いますね。で、まあ、昨日はね、まあ関係ない。 関係ない話って言ったら関係ないかもしれませんけども、国民投票法のね、えー、改正案がですね、まあ、立憲民主党が、えー、こう、賛成して可決したとで。そのことについて、維新の、ババ馬場幹事長ですかこの方は立憲民主党についてですね、日本には必要ない政党だと、ま、通列に批判したっていうね、こう、あの、記事っていうのが、えー、各紙に載ってるんですけども、 えー、この、この立憲民主党に対してですね、選挙補助組合を作って与党を倒した自民党に勝ったと言って喜んでたと言ってることとやってることがちぐはぐすぎると示談したっていうふうに、まあ共同通信にも書いてるんですけども、まあ選挙補助組合的なものにね、この、 この県議補正にもう一回維新の方が宝塚市補正で落ちた方がね、すぐさま出るっていうのはね、そういうふうに取られるんちゃうかなって僕はね、思ったりもするんですけどもね。うんいや、なんかこの辺をね、なんか僕はやっぱりね、あの、きちんとこの宝塚市民、 の方もそうですし、まあ、兵庫県民の方もそうですしね。で、やっぱ、まあ、大阪だったり、日本全国の方、えー、7月には都議選もありますしね。まあ、衆院選も今年あるわけですから、そういうこでもね、僕はやっぱきちんとね、僕は見てほしいかなと、うん、っていうのは思いますね。うん、だ僕はやっぱこういうのはね、いや、どうかなっていうかね、僕はやっぱちょっと、 どうなのっていうね。宝塚市民の皆様、えー、また選ばされるっていうね。 おまあ、こう宝塚市長選では接戦でしたと。まあ、だから出すんでしょうっていうね。だから出るんでしょうっていうことなんですけども。えー、でも今回はどうなんかなっていうね。また、そのね、その計算としては、まあ、もう一回、その通りそうやから出ようっていうのもね、あると思うんですけども。ただ、複雑な思いを、僕は宝塚市民が今回するんじゃないのかなと。 ま、14日告示ですか。ええー、まあ、来週告示ですよね。ということですから、あのー、まあ、よく考えてね、うん、あのー、宝塚市民はよく考えて、えー、選挙に臨んでほしいかなっていうね、まあ、投票率がどういうふうになるのかね。うんで、まあ、この後にその票を、 え県知事選もありますからね。だから、そういうこともね、やっぱり、いろいろなんか見といてほしいなっていうかね、うん。いや、僕はでも、この、あの、宝塚市長選で見たポスターの方が、また県議補選でもポスターに出るのっていうのを見たらね、やっぱり、え、ええー、ってね、僕は思う、思うと思うんですけどもね、まあ、どうなんかなっていうね。 チャンネル登録よろしくね。